B2B、画報公開。COSM オポリタン。ブレイブガールズ一重引用フミニョン、夏のカムバックを目標に準備中であることを SNS で明かす。2023年のもうすぐやってくる夏に会うのを目標に準備中ですが、さらにいい音楽、新しい姿でやってきます。1日も早いうちに会いましょう。NCT ドリームチョンロ、体調不良で4/29-30マニラ公演と5/1シンガポール公演は不参加で5/13-14のマカオ公演から参加へ。東方神起、画報公開。ヌメロ東京6月号特装版表紙。エスパ、金浦空港から日本に向けて出国。新ファ新ヘソン、道路交通法違反及び自動車不法使用の疑いで懲役6ヶ月執行猶予1年という1審判決に対して検察から控訴される。懲役2年を求刑した検察は不服として26日に控訴状を提出。ソウル市城東区のチョンウォン区長庁、テミンのコンテンツ動画場面写真のツイートをリツイートして話題に。窓の外にまみえるのが城東区民生活体育センター。